こんばんは、インパクトゼロやってますか。あ、ワンナップゴルフ平井でございます。今回は久しぶりに、ほんと久しぶりに打席で真面目な動画やります。真面目なんだ。真面目真面目というのは、まあ、動きについてとかやります。平井博明のワンナップゴルフ。バックスイングにお悩み抱えてる方いらっしゃると思います。あとは距離が出ないのと、球が上がらないのと、捕まらないのと、シャンクがたまに出ます。あとね、クラブが戻らない、振り遅れますっていう人に当てはまる動画を撮っていきたいと思います。全部だね。全部だよ、うん、ほとんどの人一発で言っていい、うん、バックスイングをインサイドロールしてこうやって上げるから、右脇を締めて右肘つけて、コックってこうじゃない、うん、それをロールして、インサイドロールしてこうやって上げるから、うん、こうやってバックスイング上げる人がめちゃくちゃ多いそれめっちゃ多い。やばいやばい。で、なんでじゃあそんなに悪いのって、うん、それはクラブがインサイドロールして上がったら8割9割の人が右膝引きます。そう、右膝引くと体がちっちゃくなります。ちっちゃくなったら次になるのっつったら大きくなるそうで、インサイドに低く引くから、うん、次に行くとこって右上なんだ。上げるね。そう、こっち上に上げるでしょ、うん、したら右スライス、右プッシュ、チーピン、ダフリ出ます。だからそれに悩んでる人は、うん、インサイドロールしてこうやって上げるのをやめた方がいい。それってそこ上がっちゃうのかな。意識してるのか。意識してると思うよ。意識してると思う。無意識の人ってあんまりこうやって上がんないから。ゴルフのスイングはこうでしょと、ゴルフはこっちに上げなきゃいけないんでしょと、バックスイングはこうやって上げなきゃいけないんでしょって1ミリ思ってる人はインサイド上がるから。それインサイドアウト意識するとそっちに上がる。上がる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 。そう、あとは右肘つけてなきゃいけないんでしょう。あ、そっか。じゃないと そうだよね。そう、なんないから。そっちに上がってるね、うん、勝手に。本当にゴルフ知らなくて、今日初めてクラブ握った人にバックスイング上げろって言われて、大体こうやって上がるから。そう、普通そうだね。そうでしょ。だって上げるんだもん。本当だ、うん、引かないから。本当だ、うん、だいたいそうよ。本当だね、うん、バックスイング上げてる人だいたいこうやって上がるから。あ、そうだね。そうよ、初めて。そうよ。本当だ。こっちに引いてる人は知ってる人だから。引いてんだ。そう、確信犯。確かにそう、2枚出たら大変よ。2枚出る、うん、いや、そうだわ。そうで、なんでって話じゃない、うん、なんでそっちにしちゃいけないのって、うん、クラブがもう寝ます。何千回言ってんだろう。そうです。寝るし、浮くし、左脇開くし、したら早く振れないんですって話なんで、だから飛距離も出せない。だからインサイドロールっていうのは良くない。じゃあ正解言えよって話じゃない。正解はこうやってアドレスします。アドレスしたら、この手のライン、この手のラインよりも手をこっちに出しちゃいけないの、外にこうやって。そうで、クラブがそっちから見て9時の位置、9時の位置の時にこの手よりもグリップよりもヘッドがインサイド入ってちゃいけないわけ。そう、絶対にまっすぐかちょっとアウトにヘッドがなきゃいけない。こっから縦コックをする、こうやって、はいはい、そう、そしたらもうバックスイングだから。そう、もう一回いくね。こっからこうで、よくね、このリーディングエッジが前傾と同じ角度とか、こうまっすぐとか、あ、どうでもいいや本当に、まあ、どうでもいいっていうか、あの、なる動きでいいですよ最初。そうで、それじゃ出ない球筋があるんだったら変えてください。そう、まずは前傾の角度でいいです。じゃあ前傾の角度でも、もちろんまっすぐどっちでもいいです。でこの角度になった時にこれが飛球線、そしたら飛球線よりもインサイドにヘッドが入ったら絶対ダメ。そう、ヘッドはまっすぐかちょっとアウト目にあって、そこから縦コック、ここにテイクバックを上げられたら、インサイドに上がる、今まで上がってる人だったらこういうイメージになると、カットイメージになると思う。それ当たり前、当たり前だし、そういうイメージになった方がいいの。まずはね、絶対違和感がない方がおかしいから、違和感を作ってあげることがまず最初ポイントで、で右上から左下、うん、そのイメージ。ちょっと打ってみる。この位置、ビューティーああいう120点なフェードですかをやっぱこう打てた方がいい。それでストレートがいいっていうんだったら、インパクトで余計なことしない方がいい。だからもうちょっとカットに振らないようにして、もうちょっとプレーン上にクラブを、そう、振ってあげるイメージでいいの。
こうやって、そしたらああやってこうだん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 ストレートになってくる。で今この2球を見てこう思った方、それお前プロだからできるんだろうと思った方もいると思う。プロと同じぐらいのことに今悩んでるってことですよってこと。だからそうやって思っちゃうんだったら1個やることのランクを下げた方がいい。でもだからインサイドに引かない方がいいんだよね。右脇も少しこうフリーにしといてあげて、前もね、なんだっけな、手元を低くしてくださいの動画かなの時にこっちをこう軽く締めながらこうやって上げてくださいねって言ったら、こっちを締めてあげたらこっちは締めらんないでしょ本当は。あ、そうだね。あ、で両方締めたらこうなるじゃんなるでしょ。そうなる。そう、それはやりたくないだろうね。そう、どっちかにしてくださいっていう感じだから、そう左でボディーターンしたいでしょしたらなんとなく左脇の方が締まり感があった方がいい。そうで右はフリーの方がこういう感じ。そうでこっからこうやって上げてあげれば、まあ、クロスもしないし回りすぎもないしインサイドロールしないからラインをまっすぐ取りやすくなる。だからそれがねバックスイングでやってもらいたいこと。とにかくそっちに引いちゃいけないってことね。引いちゃいけない、インに引いちゃいけないってこと。そう、とにかく、とにかくそれはやっちゃダメなの。あ、強烈なフックだったりもう本当にインテンショナルフックとか、あとはインサイドに引かないと絶対ナイスボールが出ないんだったらや、まあまあまあやっていいけど、ノーマルショットを引いちゃダメ。ああインサイドにもうイメージはこうだよ、こうイメージ出していただけるかな、これでこうこうこう、めっちゃいいと思うんだよね今のイメージ、うん、そう、あの引き方で、今引き方って上げ方で上げてもらったの。このまんまこうね、こうこうは絶対ダメ。これはねこういう上げ方よく、そうだからそのバックスイングでこの動画撮ったきっかけっていうのはインサイドに引く方が結構多くて、でしかもプラスただこうやってまっすぐでこうやってインサイド引くんだったら分かるけど、インサイドロールしながら上げてる方が多い。でそれはミスがすごい出やすくなって、よりミスの原因が出ちゃうから、もうできればやめてもらった方がいい。うん、もっといい球絶対出せるから。だからテイクバックをちょっとこう、まあ、50センチでも60センチでもちょっとこうまっすぐ引くイメージで取ったんです。で今回はですね、ちょっとバックスイングをインサイドに引いてしまう方、それでミスショットがちょっと出てしまってる原因は何って言ったら、まあ、ほとんどバックスイングをインサイドに引くことなんで、それをちょっと気をつけてやってみてください。今回は動画以上になります。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。